気象庁は愛知県に記録的短時間大雨情報を出しました名古屋市名東区付近で午後6時30分までの1時間におよそ100ミリの大雨が降っていると見られます災害の発生につながるような猛烈な雨です土砂災害が発生しやすい地区にお住まいの方は早めの避難を心がけるとともに市町村から発表される避難勧告などの情報に注意してください